ありがとう。そう、今日はずっと編集してた。髪ね、切ってない、切ってないのよ髪の毛。でも切りたいなって思ってるし、髪も黒に染めたいなと思っててね。え、みんな元気でしたかどうでしたか。でもイベントとか出張公演で何回か会えてるし、今日も茨城千葉で出張公演だよね。あ、ね、今日そうでしょ、茨城だ、今日茨城ね、今日茨城の出張公演だったり、結構さ公演が一旦休止というか、公演リニューアル中で劇場公演なくても会える機会多いし、たくさん空いてるから私はすごく嬉しいけど、みんななんかモチベ下がってないかなってすごい不安なんだよね。何かいいことか、やっぱあれでしょ、あの劇場公演初日メンバーに選んでいただくことができました。イエイそう、やっぱそれは嬉しかったな、嬉しかった、本当に頑張ろうと思うし、あとなんだろう、今までの私は選ばれたことに満足してたけど、今回は選ばれることに満足するんじゃなくて、本番迎えて、本番のパフォーマンスの成長だとかを自分で感じて満足したい名言来るとか言わないでくださいそうって思ってるからね。やばい、自分の首絞めてるよ今、やばいこんなこと言って自分で自分の首絞めてるようなもんなんですけど、うん、そのくらいの志で臨みたいと思ってるし、その心意気で今は活動してますはい、でもみんなで多分作り上げていくものだと思うから、劇場公演はその作り上げる一員になれたらいいなって、まあ、初日メンバーっていう時点でもう作り上げる人にはなってるんだけど、でも初日メンバーだからとか初日メンバーじゃないからって感じで作り上げる作り上げないは決まらない気がしてて、本当にその初日じゃなくてもしっかり意見言ったりとか作り上げる人はいるわけで、だから私も初日メンバーに選ばれたから満足せずに、本当に初日メンバーだからって満足せずにやっていきたいなって感じです今は。そう、本当にできるだけさ、その何考えの差というかそういうのをなくしたいよね。公演のね、新公演のレッスンは始まってないんだけど、でもまあ他のレッスンが始まってたり、なんかいろいろ始まってますね今は。そう、公演だったりあとイベントもあるしね、イベントの練習とかいろいろ始まってる感じかな。え、タワー立ってる、これタワーなの、クマもタワーなの、もう今は誰？もう1位の人なのかな。
ウェイロンさん、ウェイロンさんが2本ってことこれ。あ、ウェイロンさんが2本だ。ウェイロンさん2本ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたわです。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ね、クリスタルクマちゃんかわいい。セレクションは本当にパフォーマンスって感じ。パフォーマンスだけです。パフォーマンスを結構朝にセレクションあって、でなんかすごかった。オーディション、本当ザ・オーディションって感じ。いろんな大人の人がいて、その中で、まあ、いつもやってるパフォーマンスをして、劇場公演の曲の中から2曲ぐらいやって、しかもみんなでやんの。16人とかでやってって感じだったね。でも両方見られてたよ。でもいつものほんと公演でやってる曲を2曲やったの。それを1週間前に言われて、この曲とこの曲2曲いつも披露してる曲をオーディションでやってもらいますって言われて、そう、それで1週間後にあるので、それまで準備してきてくださいって言われて、でそれでそれぞれが練習したりとか準備して、でいつもの劇場公演でやってるパフォーマンスを私はした。って感じ。もう朝早くて覚えてないの本当にめっちゃ朝早く、朝早いって言っても9時とか10時とかだけど、そのくらいの時間に、私一番最初だったの。しかも一番最初の呼ばれて、一番最初に呼ばれて、で本当にね、眠たくて、でももうオーディション、しかも新公演のメンバーに選ばれるかもしれない、頑張ろうと思って、でも眠たいって思って思いながら、まあパフォーマンスをして、だから記憶ない、正直夢の中だった感じ。その帰ってからも二度寝したし、夢の中で一生懸命踊って、なんかもがいて、で起きたって感覚。本当にそのぐらいの感覚で、でも一生懸命やったのは事実だし、その言われてからの1週間練習とかやったのも事実だから、まあまあまあそんな感じでした。映像撮られてたんじゃないかなね。でも正直私は落ちたと思ってたよ。歌詞間違えたのよ。だから落ちたなって思ったんだけど、でも一種のこれは本番だって思ってやったのね。だから歌詞間違えたけど、その1番と2番で入れ替えって歌っちゃって、私は2番の歌詞を1番に歌って、1番の歌詞を2番で歌ったの。だからある意味生ものっていう意味では、まあこれが本番でも、まあギリギリ、まあ間違った時点で許されないんだけど、でも一応成立はしてるかなみたいな、そんな感じ。だから適応能力はあったと思う、その面で。あ、間違えたで落ちてくんじゃなくて、間違えたけどでも適応はした、それ自分の間違いに対しての。そう、確かにフォロー、ちっちゃい頃に比べたら少しの失敗でアタフタしなくなった、チャーしなくなった。
もあったし、まあ、そっか、その前に劇場最後の公演、私劇場公演の、みんなが X でつぶやいてるステージの床の木の板あるじゃん、あれ私もうギリギリもらえた、最後3つ残ってて、で私とあやねちゃんが最後の3つのうちの2つ取ったから、あと残り1つしかなくて、誰が残りの1つを取ったのかなってすごく気になってるんだけど、もらった、みんな結構四角い木が多かったかなって、秋山稲ちゃんのやつ見てめっちゃ正方形イメージしてたのね、正方形なのかなってイメージしていったらめっちゃ長方形、めっちゃ長い、しかもなんかねあれみたい、お寺とかに飾ってありそうな細長い木、ね、ラスト一人誰なんだろう、あ、正方長長方形も多かった、え、めっちゃ長方形、え、持ってくるね、ちょっと待ってね、よいしょ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 、じゃじゃじゃん、これ床の板ですどこのどこだろうなって思ってるんだけど、でもなんか端っぽいなと思ってる、一番端、そう、あー、ね、なんか裏がこうやって黒で多分こういうのでくっつけてあったんだなって感じで、多分この切り端がさ、なんかこっちはちょっと間が空いてるんですけど、ちょっとこんな感じでね、間が空いてるんですけど、こっちはねこうなってるから、多分どこかの端だろうなとは思ってて、あとキラキラとか入ってて、なんか私たちの衣装のキラキラなんだろうなとか思ったり、これを、え、自分のサイン入れるの、いや本当はゆいりさんのサイン欲しかったんだよね、ゆいりさんにサイン書いて欲しかったんだけど、その日ゆいりさんいなくて無理だった、だから今こうやって立てかけてるの部屋の可愛くしてるところがあるんですけど、棚にこうやって立てかけてます、だから本当お寺に置いてある木みたいな感じ形的にもお札みたいな、そうそうマジでお札みたいな感じで置いてある感じかな。でも最後はもうね長方形しかなかった、四角がなかったです。うわ、確かに郡司さんと吉田さんにサインもらおうかな、ね、そう私ね郡司さんと吉田さんに会ったのよ、劇場一旦現劇場が終わりですってなって、次の日レッスンがあって、でその帰り道に会ったの、元気そうだった、それこそ劇場公演の中にあったものの撤収作業をしてて、それを一旦ね今レッスンとかしてるところに置きに来てたんだけど、撤収作業も大変だなと、たくさんあった、洗濯機とかね、それこそそういうものも、いろんなものが、洗濯機は嘘かも、なんだろうあれ、重たい家具系の、でも形マジ洗濯機だったよね、え4ヶ月で終わるのかなリニューアル、郡司さんと写真撮ってもらったの、うわそれもそれで思い出だね、いいね、そうそう電子レンジとか多分一回ね私たちがレッスンしてる場所に多分置くんだと思われる、レッスン上は変わんないです。あ、カティタワーありがとうございます、ありがとうカティクマね、えゴージャスなのかな、わかんないけど、ロッカーね、ロッカーあってほしいけど、いや悩むな、ロッカーってむずいんだよね、私的にロッカーがピンクと緑とブルーと、ピンク緑ブルーあと青の4色だったの、だからちょうどん
ちょうど AKB4 だなみたいな。あと黄色か、そうピンク AKB48 全部その4色で、ちょうど今回もその新しくするって場合はどうなるんだろうとは確かに思うんだけど、学校みたいになるのかな、あの学校に置いてあるさ銀のロッカーみたいな、そう個人用のロッカー、え個人用のロッカーもさ歴史があるよね。チームメイトの時はなかったのよ。チームメイトの時は先輩が使ってたから後輩メンバーが使えなかったし、あとまずメンバーの人数とロッカーの人数が合ってなくて、ロッカーが少なくて公園たくさん出てる先輩メンバーが使っていい場所だったんだけど、チームメイトも先輩になり今となってはチームメイト、チームメイト8メンバーっていう一つのロッカーがあった逆に昔は。今はたくさん公園出る8メンバーも増えたし、私たちも先輩になったってことがあって、私初めてね自分のロッカーあったの 1,2 年、ここ 1,2 年ぐらい、それこそ僕の太陽公園で始めたぐらいかなにロッカーができて、ようやくそうちゃんとね、あの下を見打って、あの養生に書いて、養生のテープに名前書いてペッて貼ってたの。でもそのテープ私が一回貼って、その後大掃除の日があって、で誰かが下を見打って猫の絵文字書いて新しい養生貼ってくれてて、その養生誰が貼ったのか正直分かってなくて、私の予想は愛ちゃんなんだけど、でも違うのかなみたいな、あの謎のまま、謎のままですね。スタッフさん、いやでもメンバーがやったのよ多分そこら辺は。楽屋ってメンバーしか入れないから、メンバーしか掃除ができなくて、まあそんなことがあった。いやなるも大掃除には確か参加してなかったからね、なんか案件があって参加できなかったのよね多分そこら辺のメンバーが。でその日案件なかったメンバーで行ったメンバーも何人かいて、そんな感じ。掃除やっとけみたいじゃないけど、いやでもね先輩になればなるほど掃除ができなくなるのよ。みんななんか後輩が掃除はやるっていう文化があって、部活みたいな感じで、だから先輩がやってたら後輩メンバーがすかさず私がやりますって着替え、その後輩メンバーがもう衣装全部脱いで今から服着ようとしてる時に、まあ、だから服を着ずに先輩が掃除しだしても私がやりますって止めに来てくれる感じ、本当になんか何としても先輩に掃除をさせない感がすごくて、でも私は絶対に掃除をしたくて固くなに掃除をしてた。だから後輩がいないときよし今だと思って掃除したりとかはしてて、そう掃除好きかも。自分のものの掃除は嫌いなんだけどみんなの場所の掃除は好き、か誰かのためになる掃除は好き。そうで何度か私は成功しました、自分で掃除することに。でも大体その最後あのほうきで吐くまでは成功するんだけど、そのほうきで吐いてまとめたものをちり取りに入れるときに大体見つかるんだよね。それだけがちょっと大変だったんだけど、でもまあどうにか何回か成功はしたかな。いや本当に私の部屋はね大変、全然綺麗じゃない。あのベッドとかはできるだけ綺麗にするんだけど、そう一応勉強机があるのね、その勉強机が
もう今勉強できる状態じゃない、なんか勉強机なのかも分かんない感じになってる。いろんなもの置きすぎて大変。自分のところは大変かも。目に見えるところとか共有スペース、それこそママと一緒に暮らしてる場所は綺麗にしようって意欲が湧くんだけど、自分の場所ってなんかよく湧かないんだよね。自分だけが生活するからかな。最近はちゃんとベッドで寝る日もある全毎日じゃないんだけど、そうやっぱ疲れるというか、うん、お酒飲むとベッドで寝れないかも。私今日ドボンしない、ごめんね、また後日する。うん、綺麗すぎるとすごくすっきりするし、あの掃除っていいなってすごく思うんだけど、うん、あれかもね、私が一人暮らしになったら少しは全部掃除しようと思うのかな。自分のことに無頓着説ある。人との生活、人とそれこそママがいるから綺麗にしようとか思うし、ママがいるからお風呂掃除しとこうとか思うんだけど、自分だけだとそう意識しないと自分のことなんかいっかってなる。タイプ分かれるよねっていうタイプ多分。え、分かる？え、分かる人いて嬉しい。ね、でも最近は少しは意識して、まあ、自分だけの時も、まあ、お風呂ためようとか、お風呂入るだけじゃなくてね、お風呂ためようとか、もうお風呂ためるのは自分だけでもやるか。それこそ最近は意識して自分の棚のところ、本棚があるんだけど、本棚の上を可愛くデコレーションしてます。最近はポケモンのぬいぐるみをおりんちゃんからもらったから、ポケモンのぬいぐるみを置いたりとか、あと香水を置いたりとか、好きなイラストレーターさんの絵を置いたりとか、その一つこだわる場所は作ってる。あと500円玉チェキン置くところとか。ね、だからズボラでもある気がするズボラの人の気持ちがだからすごいわかる。そう、好きなもののグッズ、ポチャッコ、ポケモン、あとピラコさんの絵とか好きやし、あと竹井千佳さんの絵も好きやから、そう好きなイラストレーターさんの写真飾るかな。でそこで問題なんだけど、私は基本白黒とか落ち着いた色で揃えたいのね、部屋を。でも私の好きなものってカラフルすぎて、それこそピラコさんの絵とか竹井千佳さんの絵ってカラフルなのよ。落ち着いた色がなくて、だから結果その2つを置くってなるとカラフルになっちゃうんだよね、その部分だけ。そのモノトーンがいいんだよね。スティッチはだからちょうどいいの。私が好きになるもの、だいたいヌオーブルーでしょ、スティッチブルーでしょ、あとなんだろう、あとポチャッコ白黒じゃん。だから結構系統的には邪魔にはならない今絵から部屋は白、グレー、ブルーで合わせてる。この3色でやってる。あ、そう、モモンガもちょうど白とブルーなのよ。すごくない？そう、ちょうど合うの、全部色が。今あやから白、グレー、ブルー、しかもブルー、水色で合わせてる。カーテンがねちょっと茶色だから、カーテンを白にしたいなって思ってるかな。本当にベッドの空間だけめっちゃこだわってるやっぱ寝るときはさ、何、ぐっすり寝たいじゃん。だからやっぱ白はいいなって思う。雲の中にいる感じじゃん。雲の中にいる感じがするから白はいいなって思って。そうそうそう、
感じかな。ソファーは茶色じゃないのよ。ソファーもグレーなの一応。そう、ソファーはグレーですだね。でソファーがソファーベッドだから、ソファーで寝ることもあるしベッドで寝ることもある。結構自由に生活してる。暑い日はもうカーペットで寝るしね。自由が好きです。そう、洋服もねカラフルなのね。着たいとか思うけど、うん、なんか自分的には淡い色が好きだなって白黒とかブルーが好きやなと思って落ち着いた色にしちゃう。結果あと白を好きなんだよね。結果白とか黒が好きだから、そういう色でなんかかっこよく決めたくなっちゃう。可愛すぎない感じにしたくなる。そう、それがカーペットに寝ても痛くないんですよね。これがまた不思議なことに、クッションの使い方が上手なのかもしれない。あ、カニ、あ、そう、赤は好き。成人式とか赤色入れたりしたし、赤は確かに好きだな。赤の服も一応あるけどあんま着ないな。結構なんか着る日選ぶかも、いつ着ようって感じ。おすすめの色あったら教えて。ブルベイエベとかもよくわかんないから、だいたいまあ白か黒かなみたいな感じ。そう、服ね、いろんな系統着るの好きだし、あとプレゼントしてもらえるから、それでいつも私が着ない服でもあ、これありかもみたいになって着たりもする。私ブルベだと思って、そうブルベだと思ってる。私もブルベでセカンドにイエベあんのかなぐらい。え、でしょ。うん、だいたいブルベに似合いますよっていう服とか着たらみんなが可愛いって言ってくれるから分かりやすいよね。そう、みんながね言ってくれるから分かりやすいんだよね。うん、私はちなみに私がブルベだって自覚した時は本当にみんなの反応とメンバーの反応かなと、その時使ってたものを考えた時に、あ、私ってブルベなんだって思った。メンバーが本当に漏れてる時メンバーも可愛いって言ってくれるのよ。まあいつも確かに言ってくれるんだけど、でもなんか本当に漏れてる日はその本心の可愛いを聞けるのやばすぎる。それで、あ、じゃあ私はこれが合ってるんだってわかる。忖度はないと思うけど、うん、AKB のメンバーみんな素直な人が多いから、そう、なんか言ってきてくれたりするの。エリーとかエリーとかもう私の先生だから信頼すごく置いてて、漏れてる日はエリーがこそこそっと来て、こそこそでもないか、普通に面と向かって、今日のミュウさん本当に最高ですって言いに来てくれるから、それで、あ、え、今日これ使ってみたんだよみたいな言って、そうで、ほうほうと思って勉強してる。あとヘアメイクさんも結構言ってくれる。
髪の毛やってくれる方も正直な方だからそう、え、マジで可愛いよって、マジがつく時がある。そう、エリー本当になるのこと好きなんだよ、可愛いよ、なんか照れてる、すごい照れてて、基本シャイだけど、でも言ってくれる時すごく言ってくれるから心強い。そう推しメンだからさ、そうなるのこと推しメンだったから、なるの前ではね可愛いって言えない、なるのことそういうところが可愛いよね。そうエリーはそうエイター、エリーこの前面白かった面白かった、この前エリー最近本当にナルタオさんがツボなんですっていうか、ナルタオさんにハマってるんですって言ってくれて、え、嬉しい、なんか2人の関係性がもうめっちゃいいですみたいな、すごい言ってくれて、エリーってすごい人のこと見てて可愛いなと思って、そう、っていうって感じ。いや本当そうよ、もう私は本当にマホエリコンビもすごく好きなんだけどね、あの二人の関係性すごく好き、エリーはシャイだけどすごい気持ちを伝えてくれるところが好き、まっすぐすごい伝えてくれる、うん、そんな感じする。って感じかな。わあわかる、なるとまなかのね関係も面白いよね、あの二人はなんか似てる気がするな、要所要所お互い似てるというか意見が合ってるんだろうなみたいなことがよくある、見てて、傍から見てて、今同じこと多分二人考えてんだろうなみたいな。みーおんさん、まなか、なるの三人は思う、なんか要所要所で感じてること同じなんだろうなって感じることがある。そういうところ見てるのが好きなんだよね。あの3人の関係性が私はすごく旗から見てて好き、実は実はそうなんだ、うん、ね、メイメイそう、メイメイね可愛いよね、本当にメイメイとは本当にあのキャンプロケ、テレ東さんのキャンプロケからだよ、あんなに仲良くなれたというか話すようになったのはツイッターでさ、あんな私会話することなくてさ、もうどこまで会話すればいいのか分かんなくて、最後のあの終わり方も分かんなかった、もう終わり方分かんなかった難しくない？てかまず私 LINE そんなしないのよ、人とあんなに LINE することもなくて、え、どうやってこれ終わればいいんだろうって思いながら、え、どうしようどうしようと思って思いついたのが、どうしても君がだった、曲名に持ってくっていう、え、あれいいねで終わらせていいの？ LINE とかも本当にさ、
どう終わればいいのか分かんなくて結果スタンプをしちゃうんだよな。なんかよく分かんないふざけたスタンプをしちゃう。大体 LINE とかもああなった時とか。ね、マジであれはめいめいができる後輩すぎたよね。本当にあれはできる後輩すぎたね。え、 LINE のスタンプってやっぱりもう終わりたいですっていう意味になっちゃうかな。あ、私が今の推しメン、私の今の推しメンは、おー、もうね、決めがたいけど、めいめいは本当に可愛い後輩やし、今後もあのめでたいめでたい存在ではあるな。うん、めでたい存在だし、そう、みずみんもすごく努力してるところたくさん見るから可愛いなって応援する気持ちすごいし、本当にね、なんかたくさんいい子がいすぎて、今の AKB って推しメン決めるの難しいよね。ね。あ、そ、あ、てかこれ話してない？劇場公演を観覧しに行ってからの話。え、公演か、私が公演観覧した話してない。あ、みんなが私を知っていうのはすごく嬉しいすごく嬉しい。話に必死になっちゃった。してないか、ショールームでしてないよね、まだ。え、そう、それがさ、なんか本当に公演好きになった、劇場公演がすごく自分の中で好きになって、いろんなメンバーのこと見たいなって思った。私的に本当に表情が好きだったのが真帆ちゃんとおかえりちゃん。まあでも言う、もうね、殿堂入りなのはもう本当にゆりさんもうこれはゆりさんにも言った、もう本当に最高でしたって伝えた。これはそう、かえりちゃんとまほぴょんの表情がすごく私はもうそう、あの二人の表情が個人的にはすごくギャップでキュンってなった。素敵だったな。そう、あと久保ひなのちゃんもやっぱ目がいくなって思ったり、うん、真帆ちゃんね、オーラというか作り出す空気感がすごいなって、表情一つですごい場の空気を変えるなって思った。いや本当に良かった。本当に柱の裏からも見てみたかったなっていう感じでしたね。また場所によって誰を好きになるかとか誰を推したくなるかとか変わってくるんだろうなって感じがすごくした。うん、いやあれは好きになるよ、近いし、あと知りたいねもう知りたくなるね、あのソファーが。いや、こんなにお尻痛いんだって思った。オープニングでまず私はあの峠を越えた峠を越えた日本語合ってる。私はまずオープニングで限界を迎えて、あ、無理かもってなってみんなはどこで限界を迎えるの。あれは私はオープニングだったよ。
え、アドレナリンで無効化できんのあれ、マジ？いやそれはすごいって、お尻硬すぎるって。それは中盤？中盤なの？私は3回限界を迎えたよ、あの時。まずオープニング、あの自己紹介の時間で限界を迎えて、でその次あの中盤のあのダウンタウンホテルら辺で限界を迎えて、で次アンコール待ちの時に限界を迎えたよ。3回迎えた。でなんか3回迎えるごとにどんどんあのそう MC でハッとなるの本当にわかる。 MC でハッとなるんだよね。でもユニット終わりの MC は面白くて、痛みを忘れてよ、とりあえず。いやーこりゃーもう その感覚を私は知ってから、とにかく MC あの賑やかにしようっていう意識が芽生えたとりあえずあの笑い、みんなが笑ってもらえるような話をもうとりあえずするようにした方がいいなって思って、そう、新しい発見。うん、もう普通にコールも私したし楽しかった、すごく。いや立っててもやばいんだろうな。いや立ちも経験したいなと思いました、すごく。いやよかったよ。あとなんだろうな、感じたこと、あそう私が行った回がレア、すごいレア回で、すごく面白かったのよ。アンコール発動が、アンコール発動の、いやなかなかアンコール発動されなくて、その日で誰がアンコール発動するんだろうって、えワンちゃん私発動するみたいな、周りにそのマネージャーさんとかいたから、え私発動します、私行きますみたいな言ってたんだけど、ギリ私がギリギリ行こうかなって思ってたぐらいにギリギリ発動してくれて、でもなんかその人以外みんな乗り気じゃなかったみたいで、アンコール行くぞって言った後誰も続かないの、その後シーンってなって、でアンコール発動した人もあーえーってなっちゃって、でその後誰かが助け船投げてアンコール無事発動されたんだけど、えこんなことあるんだと思って、マジかと思って、いやアンコール発動する人って本当にすごいなって思った。勇者やなって、勇者を称えたい。なんならアンコール発動した人を賞とか欲しい、毎回毎公演思った。すごい、アンコール発動した人にはアンコール10回発動した人にはとか MVP 差し上げますみたいな、そんなやつあった方がいいなって思うぐらい、いやすごいなと思ったり、もうそんなレアな会に入れてすごく嬉しかった逆にアンコール早い時もあるからね、早い時はあの裏では早いよってなる、以上まだ来てないよって、着替えてないよってなるから、早すぎるのも問題だけど、起きないのもあどうしよう今日アンコール起きない、帰る、このまま帰る私たちみたいにもなるから、いろんなねバージョンがあるなみたいな。そう早いとみんな声出すの疲れるし、手も疲れるだろうし、まあいろんなバージョンがあるんだなと。もうアンコール発動に関してはメンバーとファンの方の絆が試されるから、いや本当に大変ね。ね発動の目安難しいね。じゃあ発動の目安1分とかどう？メンバーがはけて1分ぐらいでアンコール発動してくれたらすごく助かる。あなんなら1分半とかどうですか？
そう、もしミューディーで私のファンの方で発動することがあった時は、あ、スマホ時計とか1分半とか1分半とかどうですか。あ、一応1分半って暗黙のルールある。じゃあ1分半でお願いしたい。まあ最悪、まあ最高3分。3分とかだったらまあ着替えもできて髪も直せる、リップも直せるかなみたいな。2分半とかどうかな。2分半。2分ちょっと早いよ。服は着替え終わってるけどきっと。2分半やな。お願いします。ね、じゃあまあ私のことが好きで応援してくださってる方は2分過ぎてざわつき始めたらコールってくれるとすごく助かるな。やっぱ2分は必要かも。メンバーね結構1分ぐらいで着替えられるのよ。みんな大体1分で着替えて、まあ、プラスで前髪とかリップとか感じなんで、ベストは本当に2分半、2分半あれば最高かな。初めての発動はファンになった、なんだろうね、ファンになった証し感するね。レイダウンがね、あの網タイツの人が大変そうなんだよね。いつも私はスカート履いて上も簡単、なんか全身私簡単なんだけど、私よりも難しい人がたくさんいて、それこそなんかチョーカーとかね、なんかすごい形のチョーカーって、あの鎖がこう3連ぐらいになってるんだよね、とかアクセサリー私なくて、あ悲しい。アクセサリー私ないんだけど、アクセサリーあるメンバーとかはアクセサリーもあるしみたいな。本当に人によってあの着るレベルが違います。うん、着替えの違いはあるね。いや網タイツは大変だよね。どこに足を入れたらいいかわからないもんね。ビンゴ抽選やってみたいよ。あ、そうそうそう、そうだよ、大丸東京店さんでもう毎年恒例みたいになってるよね。すごい嬉しい、嬉しくて、今年も AKB4 出た秋祭りがあって、今回の何、就任ユイリーさんがそう宣伝隊長みたいな感じで就任して、そう AKB みんなで東京店さんでまたイベントできる。え、またパンとコラボとかないかな、楽しみ。衣装店も劇場だからね、今回は劇場の衣装オンリーで衣装店があるし、本当に楽しみ。え、一緒にプリクラ撮れるの。え、私といつ。わ、パーティーの服は絶対可愛い。ね、もうそろそろゴールデンタイム始まるもんね。あ、フレームかい。あ、撮った、写真撮ったよ。私結構ふざけたから、ふざけたやつ一つぐらいは使われるといいなみたいな。ね、ちなみに私はあのカラさんのイベントでメンバーからのメンバーさんとのそのプリキ撮ったことあるから、ちょっとイメージはついた。いやあれ嬉しいよね、私も大切に撮ってる。え、どこに来てたっけな。あ、あった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 。
え、何があるかとかでどこに書いてある？あ、ぜひ遊びに来てねのところ。あったー、アメバ。すごい、10月11日から10月22日、結構わーい、やったねー。え、コラボイベントは以上かな。衣装店とアーティストフレームでしょ。あ、以上か。今回はお店とのコラボがないということで残念。いやー、でも毎年こうやってイベントできるのすごく嬉しい。毎年できるの多分みんな、だって朝からさ、ねえ、朝から写真、生写真会に並んでくれたりするし、本当にファンの方のおかげです。本当にありがとう。また来年も続くように、今年も皆さんぜひ行ってください。私も行きます。あー、確かに大阪とかにもね広まると、まあ今後だね、東京でみんなの応援のおかげで東京がまた大盛況ってなったら、また次大阪もあるかもしれないし、積み重ねだよね。あ、私のフレーム近日公開、楽しみに。あ、そう、クアラルンプールの話もだね。マレーシアはね、本当に日本みたいだった。ララポートあるし、ゼッパあるし、そう、ララポートがね、本当にね、あの日本かなって思う感じだったね。ご飯屋さんもしゃぶ用あるし、スキヤとかもう日本のお店もたくさんだし、まあ現地のお店もあるしみたいな。あ、そう、 BNK さん間違えた、あの SNS、 あ間違えちゃった、間違えちゃったよ。 KLP さんもめっちゃ可愛かった。みんな、てかマジ仰天ゆりな可愛すぎ。ギョーテンユリナ可愛いかよ。影、最初がね、1曲目ヘビーローテーションで、そのステージが KLP さんのステージ、初ステージのあの1曲目がヘビーローテーションで、でそのヘビーローテーションの始まり方が、あの幕、白い幕がかかってて、でライトで照らされてメンバーの影が最初ブワッて映るわけよ。でその中にポニーテールの子がいて、わ、ポニーテール誰だって思って幕が開いた瞬間、仰天ゆりなで、びっくり仰天一番目立ってた、本当にポニーテールって目立つんだね。めっちゃ可愛かった。いや、目立ってた。あと、まあココアちゃんも可愛かった、クロスハルカも可愛かった、ズンちゃんも可愛かった、みんな可愛かった。ズンちゃんがズンちゃんって衣装してて、髪飾りがあれズンちゃんだよね、すごい、リボン、両耳リボンで。 KLP でもね、テンテンもね、高い方だったよ。だからスタイルはもう健在だね。あ、そう、水着やってたしね、最近もめっちゃ漏れてた。谷間とかもう隠さないんだね、写真で。結構日本人の子、あれ ?4 人しか知らなかった、私。あ、でもそう、日本語喋れる子が多かった。みんな大体日本語喋れる。あとズンちゃんがね、あのよくわからないあの日本語をね教えててね、マナカとかやられてました、もう完全に虜になってました、 KLP の。え、隠してなかったっけ谷間。うそー、私一応なんか隠す時もあった、一応ちょっと恥ずかしいなって時とか。そう、面白い日本語をねズンちゃんが教えるのよ。ちょっと何だったか忘れたけど、普
演公演のステッカーって何枚あるの？多分一人一枚。出張公演のステッカーでしょ？そう、なんか席にね1枚ずつ貼られてるらしくて、ランダムで。でそのステッカーがない席もあるらしいよ。らしい。私のステッカーもどっかに貼ってあるらしいから、今後まあ出張公演があるときはあの椅子をよく見てください。はい。え、自分のグラビア見直したくないかも。いやでもグラビアは楽しいよね。私はすごく楽しかったよ。楽しかった。うん、普通にメイクとかめっちゃ可愛いし、水着も可愛かったし、写真も普通にね可愛いもの多いし。そう、ズッキーと今まほちゃんが出してるから楽しみ。すごいさ、写真集ラッシュだよね今。グラビア撮影はほんと非日常って感じかな。撮影だからこそあんなにはちゃけてできる感はあるかも。え、ほんとに嬉しい。いやー、なるのグラビアはまだ大丈夫かな。まだ大丈夫かな。うーん、30代超えたらとかどうですか、逆に。逆に違う。なるはもう守りたい。なる守りたい。なる守りたいでやらせてもらってるんで。そう、フォトブックは楽しみですね。そうだね、フォトブック見たい。うん、確かにフォトブック見たいかも。保護してこ、保護。なるに関してはもう保護、天然記念物として保護しましょう。あれは保護対象でお願いします。はい、貴重なんで。はい、天然記念物として保護していきましょう。保護活動。そうだから私が代わりにグラビアします。なるに話が来た場合は私が代わりに脱ぎます。はい、守りたいなんで。プロ髪少女みたいなもんだよね。あ、でも脱がないでって守ってくれる人いる。私にも守りたいいる。下を見守りたいってくれる。下を見守りたいはどこかな。あ、お願いします、守りたい。私にも守りたいがいたみたい。ギリギリお願いします、守ってください。守りたい、守ってください、お願いします。いやもうやりたいとかやりたくないとか関係ないのよ。守りたいがいるかいないかが結構重要かも。あ、逆もいた。グラミア進めたいた。すごい。
みんな言葉上手なんだから。本当に言葉上手。てかドボン始まりましたね。ドボンのゴールデンタイム始まりました。じゃあ守り隊の皆さんも、写真集進めたい、グラビア進めたいの皆さんもお手柔らかによろしくお願いします。はい、あ、写真集解体は受けるわー、なんか日本語って面白いね、いろいろ使えるね、面白いな。まあ今後その写真集解体とか使うかな。でも写真集全然出す気ないです。もうファースト写真集が私の中で過去一の出来なので、本当に満足してて、あの写真集だから、うん、優秀の美としてあれを永久保存版にしてほしい、みんなの。ね、いや本当にあれに関しては最初で最後、最後の気持ち的には、まあ、今後どうなるか分かんないけど、でも早々に出す気はない、だからあれが最高すぎて。うん、セカンドも当分はないと思うので、生きちゃったらあれかな、もしセカンド出すってなったら、なんでだってなるかもだけど、うん、一旦ない一旦ない、セカンドは一旦ないです。だから宝物にしてください、あの写真集を、ぜひ。あ、でもそうだね、山口県でイベントできなかったのがまあ一番の後悔かな。そう、なんか一瞬できるかもみたいになったんだけど、結果無理だった。そうそう、最近ファンになってくださった方とか、なんかイベントのサイン会とかもうしないんですかって言われるけどさ、いや難しいよね、なかなかね。あ、そう、 DVD もね出す気はないです。はい、本当に写真集とかかな。そう、海外も憧れるけどね。うん、じゃあもっと有名になったらもっと有名になったら考えるね。確かにショートでまだグラフィック一回もやってないね。でも本当に DVD はやれてないです、本当に今のところ。なので期待しないでください、そこに関しては一旦いや、そう、もう少し髪切りたいんだよね。なんかあのアンユジンちゃんを結構自分的にはモデルにしてて、多分顔の形とかあの全体的にちょっとかぶるところがね、あのごめん、あの何、ちょっとアンユジンさんファンにはごめんなさいなんですけど、すごく参考になって、だからもうちょっと切りたいなとは思ってる。今ちょっとガーリーだから、ちょっとボーイッシュぐらい。そう、アユンジン様がねもうちょっと切ってる髪型があって、それも素敵だなと思っております。そう、だからもうちょっと切るのもアジなのかありなのかなみたいな。刈り上げまではいかないけど、そうそう、中村アンさんもすごく参考になるのよ。そう、
なんか丸顔じゃないから私は。だからなんだろうね、石原さとみさんの顔の形ではなくて、ちょっと面長寄りだから、参考にしてる人はそのあたり、中村アンさん、アンユジンさん、あと綾瀬はるかさんとか永野芽郁さんとか、そこら辺をちょっと参考にしてやってる。いやー、中村アンさん本当にかっこいいよね。ねえ、なんか連絡取れるのが嘘みたい。なんか舞台で共演したのも嘘みたいって今でも思います。でも本当になんかお人柄もすごく素敵だし、すごくなんか姉御肌ですごく話しやすくて、ねえ、わかる。めっちゃお姉さん、本当にめっちゃ姉御肌。ねえ、また一緒に仕事できるように頑張ろう。最近ドラマ見てるよ。その中村アンさんのドラマは見てる。で、中村アンさんに伝えたの。めっちゃ可愛かったから、その中村アンさんが、あら、めっちゃ可愛いですって伝えたら、よかったって言ってくれて、よかったってなったそう、中村アンさんが本当に可愛くて、本当に素敵だよね。でも未だにその笑ってもいいえのメンバーさんとかと、メンバーさんとか演出家の方とかと話したり、舞台それ見に行ったりとか、それこそ関わりあるの嬉しいなって。ね、頑張ります。そう、演技もね、もっと勉強しないとなんだよね、うん、演技って難しい。真似するね、演技って何なんだろうって思う時がよくあって、そうね、女優デビューもしてるじゃない、20歳、20歳の時。そう、大の見に行った。そうなの、そうなの、みおさんね、おもろかったあれ、本当に面白かった。いつかね、本当にマジ無理舞台ね、本当に終わっちゃったのが寂しい。一時期それこそ AKB で舞台何個かやってたじゃん。今その AKB での舞台っていうのがないから、 AKB でも舞台したいけどね。私 AKB の舞台で参加したっていうのだと、ゲストはあるけど本当に一から全部参加したっていうのがマジ無理だけで、あとまあキスバイエイトもか、キスバイエイトも出たけど、本当にその2つぐらいで、全然そう AKB の舞台っていうのにあんま参加できなかったから、またしてほしいな。キスバイエイトはもう大切な思い出です。だってあれがあったから私テツさんできたんですからね、本当にキスバイエイトがあったからテツさんできました。やったそうだよ、キスバイエイトがあってから私鉄慣れたんだからね。
キズバイエットもあれも役を選ぶ上で何配役を選ぶ上でオーディションみたいなのがまたあってめっちゃ緊張した。いやジョン・マー・ラブは本当にあんなに泣いて笑ったりステージの上であんなに感情を出せた舞台ってあんまりなくて、自分の中ですごくハマってたんだろうなというか、役がハマってたのかわからないんだけど、が本当になんか演じて楽しかったって思えた、一番楽しかったって思える舞台だった、演じてて。やっぱ泣けたのが嬉しかったかな、ステージ上で。役として泣けたのか自分が泣いたのかは正直分かんなかったんだけど、あんなにもうなんか鼻水わーみたいな、もう感情わーみたいになりながら演技できたっていうのが自分の中ですごく嬉しくて、ああいう役にまた出会えたらいいなとも思うし、頑張りたいなって思った舞台だったから、3回っていうのがすごく名残惜しかったです。え、そう、ステージ上とか役とかで亡くなる役をとかをすると長生きするんだって。だから私はあの舞台で4回ゲネプロ入れたら5回お亡くなりのシーンをやったから、めっちゃ長く生きれるんじゃないみたいな私めっちゃ長寿なんじゃないみたいなのはちょっと思ってるとかそういう感じかな。確かにロミオでも亡くなったから、私何回亡くなってるんだろう、めっちゃたくさん亡くなってるからすごい長生きするんじゃない100歳超えるかも、分かんないけど。そう、シタオミユは永遠の命を手に入れた。おおおおおお、イベントが決まりそうですよ皆さん。みんなが大変になりそう。あ、ペコパンではそうだね、124歳。え、それの早めに教えてって感じだよね。なんかいつもさ連絡が遅くてみんな困らせてるよねごめんなさい確かに私ズラばっかかぶってたかもしれない、去年か。そう、飾り付け今なくてごめんね。何か歌って終わろうかなと思います。なんかズラだからすごい慣れてる私今もうズラに耐性あり。福岡のファンミはすごく楽しかった。やっぱ曲名増やすのいいよね。え、撮影タイムはみんなどういう気持ちなのあれ撮影タイムさ、ステージ上でするようになったじゃん、その撮影会がなくなった代わりに抽選で選ばれた方が呼ばれてステージ上で撮影風景を見るっていうタイムが登場したんですよ。
楽しんでもらえてるのかなみたいな考えてたそういうこと考えてた。そう、あ、楽しそうだなと思って見てくれてるの嬉しいねえ、みんなどこかで当たればいいけどね。いや、そう、曲当てクイズマジ難しいよね。3曲連続再生っていうのが難しい。福岡特に難しくてさ、本当になかなか、前回の会場がちょっと多分簡単だったのかな、まあ、前回のが普通って感じかも。今回が本当に難しくて、なかなかファンの方も手上がんないし、メンバーも分かってないみたいな状況で、すごい難しかった。一回面白かったのが、あのさよならじゃない、チームエイトのさよなら、さよならじゃないだってるよね。え？さよならじゃないだってる？いやもう焦った、本当にもうさよならじゃないとみたいな、さよならじゃないが入ってた3曲クイズがあって、3曲同時再生クイズがあって、本当に分かんなかったの。エイトでさえも、え、どこに入ってたのみたいな。いや最近さよならじゃないの話してたけど、でも本当に分かんないよ。同時再生されたら紛れてた。もう逆再生の方が簡単かもよ。逆に私ルーマー分かったもん。逆再生クイズのルーマーね。じゃあ歌って終わります。カラオケ、あ、カラオケイヤホンつけたらできるかな。うん、イヤホンつけたらできそう。ね、なんかめっちゃ久しぶりかも。わかる。ね、カラオケイヤホン、あれカラオケどこで、あ、こっか久しぶりすぎてやばすぎ。何がいいかな曲。何がいいかな。僕の太陽とか。僕の太陽歌おうかな。あー、さよならじゃない、確かに確かに確かに、さよならじゃないにしよう。なかなか歌うこともないんだから。もうあ、なんか違う人のことをしちゃった。え、あるよね。さよならじゃない、あった。じゃあそれでは聞いてください、さよならじゃない。初めて出会ったあの日を覚えているかい。君はなんだか不安そうな目をしてた。夢の方をちゃん
自信持って歩き出せ。もしも道に迷いそうなら、この僕を思い出すんだ。せーの、さよならじゃないし、もしも別れさ、いつかきっと会える。君が未来を見つけるまでは、僕はずっと待ってる。笑顔で約束。こっちか。そんなに悲しい背中を僕に見せないで。君を今さら抱きしめてしまうだろう。夢をやっと見つけたんだ。脇目振らずまっすぐに、生きる意味と大切さを噛みしめながら進めよう。せーの、永遠じゃない、命ある限り思うがまま生きろ。ここでちょっぴり遠回りしても、過ぎた日々に悔いなく、笑顔で会おうぜ。僕はいつだって君のことを一番に考えてる。どんな何寂しくても。え、めっちゃ歌詞いいよ、本当にいいね。さよならじゃない、そう信じようよ。もうすぐもうすぐ会える。たとえ苦しい坂道があっても、青い空と僕は見てる。せーの、さよならじゃない、しばしの別れさ、いつかきっと会える。君が未来を見つけるまでは、僕はずっと待ってる。笑顔で約束。いやー、いい曲だった。さようならじゃない、そう信じようよとか、あ、抜けないや。ちょっとうるさいかな、このままだと。あ、やばいかも。このまま終わろう。はい、めっちゃいい曲だった。さようならじゃない、そう信じようよ。もうすぐもうすぐ会えるとか、めっちゃ可愛いしね。もうすぐもうすぐ予定みんなと劇場でまた新しい公演で会えるといいなね。劇場で会えるの楽しみにしてる、私も。じゃあ、終わります終わります。ランキング発表します。まずランキング10、壇上の人からいきます。ありがとう。12位がフィンドフォービーさん、12位、おめでとうございます。ありがとう。8位がトシージャケン3 もう全員さんつけちゃった。はい、トシジャキンさん、8位おめでとうございます。ありがとう。7位がピシアさん、7位おめでとうございます。ありがとう。6位がウィンザー、6位ウィンザーさん、6位おめでとうございます。ありがとう。次5位が柳アットマーク一太郎さん5位おめでとうございます。ありがとう。
次4位がパンダさん、4位おめでとうございます、ありがとうパンダ。次3位がエンちゃん、エンさん3位おめでとうございます、ありがとう。次2位がカティさん2位おめでとうございます、ありがとう。次1位がウェイロンさん、1位おめでとうございます、ありがとう、ありがとうありがとう。じゃあ次14位からいきます。カラダにピースさん、ヤカヌクテイトさん、ケンシン、アリテチ、ホイホイ、XD、ガスコイン、KYS、PTY、リュッケ、モユ、アユ、アヤカン、ユッタン、フロスト、リヒロさん、松ぼっくりさん、中心、青森のシンゴさん、ポンタ、スミレさん、シマヤン、マカローニ、48さん、ハニクリ、ナベちゃん、ミッチ、プレ、ゴールド888さん、ドクタケさん、リック、ヒヨコさん、ミシヒロさん、ゴンさん、チョンドゥンナンヌビシ、タックン、マキ、ミユリン、ヨシ、ノブ、バッテン、ハシメさん、もしも鳥だったらさん、これ何？バレないかなさん、ねちゃんたい、マシロスロスケさん、チカ、ヒヨパンさん、ヨンオンニ、タイキ、ウヒウホーさん、チュータ、タクトさん、タクトさん、ゆきびかりさん、スティッチ、コウトキさん、サノシー、AK さん、リュータロンロンマンさん、メタルピーチさん、ヒテナマさん、テストウズギコナンさん、モンド、ケンセイマキシ、マボロシ、マホリン、シーザリオ、インビジブルマン、ファルク、マナブン、ジュンヤ、はい。100位まで読みました、ありがとうございました。じゃあ少しタイムいきます、いきます、んこうか、んえどこ、あ、こことここか、いきます、え、むずうんうんうん、おーいけた、よし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 、あ、じゃあポーズしますね、どうしようかな、イエーイイエーイ、はい、どうですか、久しぶりすぎて久しぶりすぎて、じゃあこれにて終わりたいと思います、あ、それともつけたまんまドボン、あ、でも携帯一つしかない人いるし、終わってみんなおのおのドボンしましょう、はい、じゃあまたね、ありがとうございました、また元気でまた配信します、またね、このあと私は30分、10時過ぎぐらいも、あ、で待って、メールも書きたいから30分とりあえずドボンします、会えますように会えますように、じゃあまたね、ありがとうございました、バイバイ。